まあ、アジアのローカルマーケットに参入しましょうよということで、実際に事例を2つご紹介させていただきたいと思います。丸亀製麺というですねブランドを持っているトリドールホールディングスという会社がございまして、まあ、全世界で今1700店舗、国内で1000店舗、海外で約700店舗を展開している企業なんですけれども、ここが2017年に香港のナンバーワンのヌードル麺のですねブランドを買収しています。で、香港の、雲南ヌードルっていうですね細い米麺をやってるブランドでございまして、まあ、その雲南ヌードルの市場も7割牛耳っているようなすごく強いブランドでございます。で、そこをですね買収したことで、まあ、丸亀製麺さんはもともとはまあうどんなんですけど、うどん以外にもラーメンですとか居酒屋の業態を持っていて、まあ、さらにアジアで非常に人気のある業態を手に入れて、で彼らの持ち前のですね出店力を持って、まあ、香港以外に、例えばシンガポールですとか他の東南アジアの地域にも出店を進めています。おそらく今年だと思うんですけど日本にも上陸してまして、こうしたそのアジアのブランドを買収してアジア、それから日本、全世界で広めていく、まあ、そんなこう MA になっています。で、トリドールさんとしても今後このタムジャイっていう雲南ヌードルのブランドをこう、まあ、再注力していくというようなそんな発表もしています。で、2つ目の事例なんですけれども、森永乳業さんがベトナムの乳製品の製造を行っているエロビという会社を買収しています。2021年ですね。ベトナム南部を中心に乳製品の製造を行っている企業なんですけれども、ベトナムの食品小売というのは実は8割は個人商店というような形で販売されています。森永さんはもともと粉ミルクの販売でベトナム進出をしていたんですけれども、現地のマーケットを手に入れるためにはその個人商店とのパイプが必要で、まあ、そこを強く持っているエロビーさんを買収することで、森永さんが持っている別の商材もこのベトナムにで販売できるようになると、そんなシナジーがある。で、逆にエロビーさんにとって森永さんの技術力ですとか生産性のノウハウを取り入れることができるので、まあ、非常にこうウィンウィンな M&A がになっています。例えばベトナムなんですけど、会計の信頼性がすごく低いというふうに言われています。銀行向けの帳簿と税務署向けの帳簿、あと自社の帳簿、3つ持っているのが当たり前みたいな文化がございまして、